町内会長 YouTuber が NHK をぶっ壊す。吉田さんお疲れ様です。なんとね、町内会会長 YouTuber プラチナカード届きました。この格調高い JCB のプラチナカードをねいただきまして、これが次ザ・クラスというねブラックカードに格上げされるんでしょうか、どうでしょうか。私は50歳までにブラックカードを持つことができるんでしょうかというところでプラチナいただいたんでね、とりあえず一つの区切りになりました。このプラチナカードをもらうと、もうねザ・クラスブラックカードへの道っていうのはもうね一本道なんですよ。年間100万から数百万を使って、だってそれを2回繰り返す、要するに2年間ぐらいでいけるみたいですね。アメックスカードに比べるとちょっとどうかなと、ブラックカードとしての質は変わるかもしれませんけども、私としてはね、JCB とはいえ国内最大級のランクをいただけるのはねありがたいなと思っております。それですね、今日のテーマなんですけども、やっぱりねニッチを目指せっていうところでいただいてますんで、私もそのまんまねお返ししようかと思いますけども、まさにね町内会長で YouTube をされてる、ネットビジネスをされている町内会長でなんか毎日暇に暮らしているってことはあんまりないと思うんですけども、そもそもですね情報発信をしている人って今そんなにたくさんいるのかなと思うんですよ。もちろん情報発信って言っても1回 YouTube をやったよっていうのを情報発信者としてはちょっと含めないんですけども、まあ、少なくともですねやっぱりね3ヶ月なり半年なりを毎日情報更新を継続している方を情報発信者というふうな括りにさせていただきます。やっぱりある程度の継続しないと、それはね情報発信者としての地位はないと思うんですよ。で、例えばね店とか会社ってあるじゃないですか、なんかお店ね、お店もじゃあ1日開けましたって言っても、それは確かにお店のオーナーなんですけども、経営をしていると言えるかどうかってことなんですよね。であとね1日こっきりのお店って、やっぱりそれは成り立ち上なかなかね成立しないと思うんですよ。やっぱり1回店を開けると、まあ、短くても数年とかね、で長ければ2、30年ってことをやるわけじゃないですか。そう考えたら店舗のオーナーさんっていうのは少なくとも年の単位で言えるくらいじゃないとオーナーとは言えないと思うんですよ。じゃあそういうふうな前提をもとにね、この私はお店とか会社をやってる方と情報発信者を比べた時どういうふうに位置づけられるかというとね、例えばね飲食店に限ってもこの日本に確かね66万店舗あるんですよ。飲食店66万店舗ね、もうものすごい小さな店からものすごく大きな店チェーン店まで66万店舗あるんです。で66万店舗も飲食店あるもんだから、もうね過当競争なんですよ。今から飲食店参入しても非常にねハードルが高くって、美味しいのは当たり前、立地が良くて当たり前、で接客良くて当たり前、その中で競争するわけですから、じゃあどれをもってすれば勝てるのかってこと分かんないんですよね、66万店舗。でも情報発信者である程度の期間継続できている方、数ヶ月とかね数年というレベルで継続できている方はどのくらいいるのかなっていうふうに私の想像で考えていくと、まあ1万人いないんじゃないのと思うんですよね。1万人もいないと思うんですよ。日本人の人口の1億人のうちの1万人中1人ぐらいいるかどうかなって形だと思うんですよ。そうなるとね、飲食店の66万店舗と情報発信者の1万店舗、どっちがニッチかっていうと情報発信してる人の方がニッチなんですよ。ですんで過当競争の起きてる66万店舗と一見情報過多と言われる情報発信者の世界、まだね情報発信してる人少ないと思うんですよ。というのが、知らなかったってことねあると思うんですよ。皆さんにもね YouTube なりブログ見てて、あ、なるほどそんなことがあるんだっていうふうな驚きってあると思うんですよ。これなんでそういうことが起きてるかっていうと、情報がまだ少ないからなんですよね。情報発信してる人が少ないから、あ、珍しい情報だ、あ、知らなかった情報だってなると思うんですよ。でも飲食店、こんな店あんの、中華の店、日本料理の店、お刺身、焼き物、焼肉、なんないでしょ。もうね飲食店見たら、あ、この手の飲食店っていうのは行ったことあるよ、少なくとも知ってるよみたいな店だと思うんですよ。例えばね綿菓子の専門店って知ってますかね。知らないですよね。綿菓子の専門店ぐらいになるとこれは珍しいと思うんですけども、多分存在してないと思うんですよだから綿菓子の専門店ってやると、まあ珍しくて独特だろうけども、まあこれはね継続できないと思うんですよね。そんな長続きしないと思うんですよ。ただ情報発信の中でものすごくニッチなことってコストがない分続けていけると思うんですよね。
続けていければ、その継続できていればね、違うネタを発信して新しい切り口を出していければ、それは情報発信者として不動の地位を占めると思うんですよ。さあ、それでそろそろ動画のねまとめに入っていきますけども、じゃあすでにね、もうライバルの多いそういうふうな過当競争の起きているところに、なんで多くの人は就職しようと思っているのか、そういうところのアルバイトに行こうとしているのか。先日コンビニのねバイトの件、ちょっと私ニュース見たんですけども、今ねこのね感染症騒動で失業者とかが溢れていって、コンビニのバイトでもやるかっていうふうに多くの方が考えてるらしいんですけども、実はねコンビニのバイトもういらないらしいんですよそんなこともあるんですよね、だからね店舗とかってもうね人がいらない時代なんですよね。もう過当競争で、もし働きたいんだったらあんまり儲からないよと、あんまり給料上げれないよっていう風な従業員なり経営者になっていくんですよね。でも情報発信者ってまあ儲かるんですよ。粗利は基本的に 100% ですし、どんなジャンルで情報発信するのか自由ですしね。私は町内会ってものを自分の情報発信の一つとして選びましたけども、まだまだねできてないニッチな部分ってあるんですよ。じゃあ今日はねその一部をちょっと紹介して終わろうかと思います。ジャイアントゴーグ、これね漫画なんですよ、ね、昔アニメがあったんですけども、それを漫画化したものです。実はねこの漫画の YouTube レビューって情報発信の中でも少ないんですよ。例えばねこち亀って200巻あるでしょ。こちら葛飾亀有公明前派出所、あの両津勘吉が出てるやつ、じゃああれを1巻から200巻まで、1巻のレビュー、2巻のレビュー、3巻のレビュー、100巻のレビュー、200巻のレビューっていうふうに200話の動画レビューしている人っているかなってことなんですよ。いないですよね。じゃあ1話ごとのレビューもっといないですよね。漫画のレビューってあんまりしてないんですよ人は、ね、であのすごく懐かしくってニッチな漫画のレビューはもっとないんですよ。で漫画って手に入らないものとか手に入りにくいものがあるじゃないですか。それを持ってる人もいるんですよね。じゃあその持ってる人がこの漫画こういうふうなことが書いてましたってレビューすれば、あ懐かしいみたいな感じでまさにニッチなねジャンルができるんじゃないかなと思うんですけど、なかなかいないんですよね。だからねまだまだね情報発信の世界ではまだ誰も手をつけてない分野ってかなりあるんですよ。私がねやりたいぐらいです、全部。本当にないですね。クレジットカードの情報発信してる人は結構いるんですよね。でも漫画の情報発信してる人ってあんまりいないんですよ。その他にもね、なんでしょうね、最近は YouTube の中田敦彦さんが風の谷の直しかのね漫画レビューしてましたけども、でもじゃあそれに続けと、いろんな世の中漫画ありますけど漫画のレビューをね延々とやってる人っていないんですよね。キャプテン翼の漫画レビューとかどうですかね。ドカベンの漫画レビューとかあれやりたくなったでしょ。そういうことすればいいと思うんですよ。漫画レビューっていうのはあくまでも自分が思ったことを話すわけですよ。でそれに対していやそれは違うよとかね、あなるほどそうだよねっていうふうに共感や反感、これがアクセスになるわけですよ。でしかも漫画っていう創作物の中で共感や反感が起きても自分の人格には全然傷がつかないでしょ。だからそういうことをやったらどうかなと思うんですけどね。芸能人を叩くような動画を作るよりも漫画のねレビューすればいいんじゃないかなと思うんですけどね。と思うんですけど、いってらっしゃい。